ザクザク切れます。ザクザクこなしん、こなしてます。こなしなし。おはようございます。今秀チャンネルの秀です。皆様いかがお過ごしでしょうか。だいぶね、気温の方も下がってきて秋らしい気候になってまいりました。今回はですね、いつもお世話になっている集合住宅の方で支障が出ている欅の枝、こちらの方をね、剪定していきたいと思います。2年前の春にですね、駐車場に隣接している欅、やっぱり同じように樹液が落ちるということでね、全体的なね、樹木剪定いたしました。あれから2年とちょっとですね経ちまして、やっぱりね、あの枝伸びてます。今回はですね、樹木全体ではなく、直接その駐車場の方へ支障が出ている、まあ葉っぱが落ちたりとかね、そういう部分での支障が出ている枝、こちらの方を今日剪定したいと思います。それでは作業場の方へね、向かって出発したいと思います。動画の方スタート。越境している部分をね、落とします。この辺りが一応境目になってますんで、これより内側、まあこれぐらいのねラインで枝を落とせたらいいなと思ってます。今回支障枝なんでね、樹形は度外視となります。あいてって言ってる育ってるの座って準備してるのに空いてって。頑張って。ちょっと待って待って、ロープ。あ、大丈夫。脚立の足に引っかかって、
ザクザク切れます。ザクザクこなします。ん、こなしてます。下こなし、こなしなし、なるべくね、左指は近づけないように刃先に。手焼きがね、どんどんさばけるのが便利な道具なんだけど、安全面だけですね、これ。丸持ってて、
お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってきて、翌日の準備、そちらの方がね終わったところでございます。今回はですね、集合住宅の駐車場付近、こちらで支障になっている欅の枝、こちらの方をね剪定してまいりました。当初ね、予定していたよりちょっとねサービスで大きく切っちゃいました。どうしてもね、上に登って切り始めると、あれもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないとね、契約外のね、エリアまでねちょっとやり始めちゃいますね。これおそらく私だけじゃなくてですね、植木屋さんみんなそうだと思います。範囲がね一応なんとなく決められてるんですけれども、一部手をつけてしまうと、その隣のね隣接しているところ、やっぱりね、整えたくなっちゃいますよね。ですがね、問題になっているところは完全にクリアできたので、今回は良しとさせていただきます。今回はねこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん、いわし夫婦の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画を見てくださった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このねおっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、こちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。ただちょっと今日ヘルメットカメラの方ね、バッテリーのトラブル等ございました。あんまりね動画撮れてません。その辺は残念に思います。